エドウィン・サムナー、エドウィン・ボーズ・サムナー、1797年1月30日から1863年3月21日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍となり、両軍合わせても最年長の野戦軍団指揮官だった。そのあだ名は、ブル、オウシあるいは、ブルの塔であり、どちらもその轟き渡る声から来ており、また、 マスケット銃弾がサムナーの頭で跳ね返ったという伝説からも来ていた。サムナーはブラックホーク戦争で戦い、米北戦争で頭角を現し、西部辺境及び南北戦争の前半を東部戦線で戦った。半島方面作戦とその7日間の戦い、メリーランド方面作戦及びフレデリックスバーグの戦いを通じてポトマック軍の第二軍団を指揮した。 サムナーはマサチューセッツ州ボストンでエリシャ・サムナーとナンシー・ボス・サムナー夫妻の息子として生まれた。当初のミドルネームは母の少女時代の名前ボスであった可能性がある。1819年ニューヨーク州トロイでの商人としての経歴に興味をなくした後で3月3日に第2アメリカ不評連隊の将尉としてアメリカ陸軍に入った。 1825年1月25日には注意に昇進した。サムナーは1822年3月31日にハンナ・ウィッカー・シャム・フォスター、1804年から1880年と結婚した。夫妻には6人の子供たち、ナンシー、マーガレット・フォスター、サラモン・ゴメリー、メアリー・ヘロン、エドウィン・ボーズ・ジュニア及びサミュエル・ストロー・サムナーが生まれた。 息子のサミュエルは、米西戦争、ギワダンの乱及び米比戦争の時に、陸軍の将軍だった。サムナーは、後にブラックホーク戦争や様々なインディアンに対する、遠征に参加した。1833年3月4日、大尉の位に上り、アメリカ合衆国議会が、アメリカ流騎兵連隊、後に第一アメリカ流騎兵連隊を創設して、すぐに、 その B 中隊指揮を割り当てられた。1838年、ペンシルベニア州、カーライル兵舎で、騎兵訓練施設を統率した。1842年から1845年は、アイオワ巡州アトキンソン取の任務を割り当てられた。1846年6月30日に、第二流騎兵連隊の少佐に昇進した。米牧戦争の時、 セルロ・ゴードの戦いで中佐に名誉昇進した。森のデルレーの戦いでは大佐の名誉階級を受けた。1848年7月23日に第一アメリカ流騎兵連隊の中佐に昇進した。1851年から1853年はニューメキシコ巡州の軍政府長官を務め、1855年3月3日に、 第一アメリカ竜騎兵連隊の大佐に昇進した。1856年、サムナーはカンザス州レブンワーストリデの指揮官となり、血を流すカンザスと呼ばれる事件に関わった。1857年、シャイアン族インディアンに対する遠征隊を指揮し、1858年には西部方面軍指揮官となった。ウィンフィールド・スコット中将がサムナーを指名して、 大統領に選ばれたエイブラハム・リンカーンを、イリノイ州、スプリングフィールドからワシントン、C まで護衛させた。1861年2月、デイビッド・ E ・トーイックス順将が退任間近い、ジェームズ・ブ・キャナン大統領によって反逆罪で、軍隊から解任され、3月12日、新たに就任したばかりのリンカーン大統領によって、サムナーがトーイックスに代わり、 3月16日付で正規軍に3人しかいない巡将の一人に指名された。サムナーはこうして脱退の危機により創設された北軍の最初の新将軍となった。続いてアルバート・ジョンストン巡将に代わりカリフォルニア州の太平洋方面軍式に派遣され、1861年の南北戦争には関わりがなかった。1861年11月、 サムナーは一個士団を指揮するために東部に呼び戻され、1862年5月5日には北軍の少将に昇進した。3月にジョージ・マクレラン少将がポトマック軍の編成を始めたとき、サムナーはその新しい軍団の一つの指揮を与えられた。マクレランは当初その軍隊に軍団を作っていなかったが、サムナーはその年功に基づき、 リンカーンが選んだ5人の軍団指揮官の一人となった。サムナーが指揮した第2軍団には、ダライアスコーチ、ウィンフィールド、スコット・ハンコック及びアンドリュー・エイ・ハンフリーズがおり、東部戦線でも最善の軍団の一つという評判にふさわしいものだった。ポトマック軍の中でも最年長の将軍であるサムナーは、半島方面作戦とその7日間の戦いを通じて、軍団を率いた。 マクレランは、初戦の1862年5月5日、ウィリアムズバーグの戦いの時に、サムナーについてはかんばしくない評価を抱いた。マクレランが、不在の間に、サムナーは、引き分けに終わった戦いを統率し、それで、南軍が半島を遡って後退することを阻止、できなかった。マクレランはその妻にあてて、サムナーは想像していたよりも偉大な馬鹿であることを、証明し、 我が軍を敗北させる愚か者となろうとしている。と書き送った。しかし、セブンパインズの戦いの時は、サムナーの独走で雨で膨れ上がって危険だった。地下ホミニー川を渡って、援軍を送り、北軍にとっての大惨事を防いだ。セブンパインズでの勇敢さに対し、正規軍の少将に名誉昇進した。この栄誉にもかかわらず、7日間の北軍退却の間、マクレランは、 サムナーが最上位の軍団指揮官でることを知りながら、自分が不在の時もサムナーを副指揮官に指名しようとしなかった。サムナーはグレンデールの戦いで腕と手を負傷した。1862年の秋、アンティータムの戦いで、サムナーは論争の中心となった。ウェストウッドに向けて、ジョン・セジウィック殉将師団に命じた朝の攻撃は、 南軍の反撃によって壊滅された。セジウィック隊は大いに混乱しての退却を強いられて、出発点に戻るしかなく、2200名の損失を出した。サムナーは歴史家の大半から、その無効水な攻撃、他の軍団指揮官と協調していなかったこと、セジウィックの師団に同行して他の攻撃師団の統制ができていなかったこと、攻撃前に、 適切な偵察をしていなかったこと、及び異常な戦闘体系を選んだことで、南軍が側面をつく反撃を有効にしてしまったことで非難された。しかし、歴史家の MV アームストロングの最近の研究では、サムナーは適切な偵察を行っており、彼が攻撃を行ったところでの決断はその時、得ていた情報によって正当化されると結論づけていた。アンブローズ・バーンサイド少将が、 ポトマック軍指揮を引き継いだときに軍団を集めて大師団を作りサムナーを右大師団指揮官に指名した。この任務にあったときに古参期兵サムナーのことは第三次となったフレデリックスバーグの戦いに参戦しメアリーコーチの防御を施した敵陣地に正面攻撃をかけその第二軍団が大きな損失をこむった。その後まもなくジョセフ・フッカー少将が オトマック軍指揮を任され、サムナーは自発的に解任された。サムナーはその後、ミズーリ方面軍指揮官に指名されたが、翌年の春まで指揮を取ることはなかった。サムナーはニューヨーク州シラキュースの娘の家に行き、そこで心臓発作のために1863年3月21日に死んだ。サムナーはシラキュースのオークウッド墓地第区画第8符�に、 埋葬されている。ティール家の話の一部として、この墓地は構造的な問題があり、破損の可能性がある。現在、おのんだが軍南北戦争円卓会議は墓地と、その地域の修復のための資金を募っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。